名古屋はそこを狙ってくるかどうか、新潟が修正してきたかどうかという今日の一戦になります。選手がピッチに姿を現しました。左の小見、背後を取ろうとする動き、その前で奪いました。25番のこれが久保です。スピードに乗る。31番の堀米とのマッチアップ。昨シーズンは9ゴールを挙げてこの新潟に加入してきました。高木、松田は得意のドリブルがあります。受ける小見、ワンタッチでアタック。小見のシュート。小見がこの位置に出ていきました。ワンタッチでつないだこのペナルティーボックス、新潟のチャンスになる99番の小野です。ファーサイドに22番の松田がいますが、その松田を狙った。松田、松田のヘディングシュートになりました。小野からのクロスになりました。このトーンをダウンさせながらというところ、秋山、ここは固いブロックを作るのが名古屋。前に出ていく、左足のシュートだ。かわしていくのが34番の内田です。右に久保、前で受ける15番の稲垣ですが、山口に出た、左が空いた、勝負を仕掛ける、縦に行った、右足のシュートきた。うわ、ニアサイド入ってくる、こぼれて椎橋、上げてきたファーサイド、ハチャンレー。うわ、強いですね。でもね、ハチャンレー強かった。ハチャンレーです、はい、カットしたのは最後3番のトーマス・デンです、はい、ナイスカットですね。逆サイドを見据えながら長谷川元気、中央でのプレーになる。長谷川の左足、長谷川リフレクション、そのままゴールイン。長谷川加入後8ゴール。後半の43分、試合終了間際、ホーム開幕戦、試合を動かしたのは新加入も何でもできたと思うんですね。まずここでカットしてからですけど、はい、ぽっかりスペーター空いたところ、パスも選択できたんですけど、しっかりボール持ちながら前進する。でスペースかなりあったんでリフレクトしましたけど、やっぱり彼の思いがこのボールに乗ってゴールに吸い込まれましたね。なんげなくとしては難しい対応になりました。いや見事ですよ、はい、4番の内田です。この次のボール、そして試合終了のホイッスルがかかりました。90分を戦い抜いて新潟、今シーズンホーム初勝利です。早くも今シーズン2勝目を挙げました。